艦対空ミサイルを連続発射するアーレーバーク級ミサイル駆逐艦。水上戦闘軍はアメリカ海軍のタスクフォースの一種。通常、ミサイル巡洋艦を中核とした3隻の水上戦闘艦により編成される。水上戦闘軍はイージス艦を主力とした水上戦闘艦によって編成されており、イージスシステム、トマホークシステムといった先進的火力システム、 そしてアメリカ軍が構築してきた C4I システムなどにより小規模な任務軍レベルでありながら最低限度の空間支配、火力投射任務を遂行できる。冷戦後の世界環境の変化及びアメリカ海軍の戦闘艦勢力の縮小に対応するため先進的な技術を積極的に活用することで限定的ながらも空母打撃軍や 遠征打撃軍の代替任務を可能としている、いわゆる中東コンセプトの軍事システムである。通常、水上戦闘軍は大将または大佐によって指揮されている。一隻の大ンデロガ級、ミサイル巡洋艦を中核に、防空艦として、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦二隻によって、編成される。サグは、イージスシステムによる、防空能力及び弾道ミサイル迎撃能力。 トマホークシステムによる対地性密火力投射能力、そしてアン S99-89 ランプス、艦隊艦ミサイルによる海洋阻止能力を有しており、また、これらの火力システムを従前に発揮するため、アメリカ軍が有する各種の情報資産にアクセスすることができる。ニュージャージーサグ。サグの名称は、最初、600隻艦隊構想に基づいて現役復帰した。 アイオワ級戦艦を中核とした任務軍に対して使用された。改装後のアイオワ級戦艦は艦隊機関としての優れた C4I 能力、トマホーク及び艦砲による強力な対地火力投射能力を有していたことから特定の状況では航空母艦の代理を果たし得るものと考えられたことによる。なお、アイオワ級はサグの機関として期待されたことから 航空運用機能の負荷も検討されたが、これは実現しなかった。その後、プレイングマンティス作戦などでもサグの名称が冠された、部隊が編成されたが、これらは、揚陸艦を中核としており、実際には、現代の s グに相当するものである。現在のサグのあり方が決定されたのが、C パワー二十21構想である。ここで、サグは CVSG や s グと並び立つ。 打撃軍として、ストライク、戦域弾道弾防衛、サグとして位置づけられ、西太平洋、中東など三つの領域に配備されることが構想された。サグは、小規模ゆえに即応性に優れており、危機が発生した当初より、現地に急行し、同盟国に対して、ミサイル防衛の援護を提供するとともに、危機対応特別目的開閉空地任務部隊など、合衆国軍が有する、 その他の緊急展開資産と連携しての作戦行動を実施する。なお、2008年2月下旬、制御不能に陥ったアメリカの偵察衛星 USA-193 が地上に落下するのを防ぐため、イージス BMD によって、これを撃墜するという作戦が展開されたが、これは BMD 能力を有するサグの典型的な任務であり、実際、 サグとの命名はされていないものの、この際に出動したイージス艦3隻は、サグの編成に準じたものとなっている。a b c ーグマによる、FAS.org による、ノーマンフリードマンによる、ありがとうございます。